カズマ、家事つまんない。え、マキ、どうしたの？今までは会社勤めでいろんな人と仕事したり、刺激的な毎日だったけど、今は家の中に縛られて何にも楽しくない。家政婦さん雇ってよ。いや、さすがにそんな余裕はないな。貯金する額減らしたら雇えるよね。いや、毎月の貯金額は減らせないよ。なんで？貯金なんかして何になるの？ある実業家さんがテレビで言ってたよ。日本人は当たり前のように貯金ばっかりしてるけど、そんなことするやつがバカだって。ね？お金は使わないと。その意見は否定しないよ。ただ、闇雲に銀行に貯金しても、金利で全く増えないからな。じゃあ、使おうよ。それを投資に使うならな。積み立てNISAしたりするなら、俺は全然ありだと思うけど、マキの意見はそうじゃなくて、ただの浪費だろ。仕事辞めて専業主婦になったんだから、家事くらいはちゃんとしてほしい。私は家事ロボットじゃないのよ。だったら、パートでも始めたら？は？外の世界が楽しいなら、家の近くの店なんかでパートでも始めてみたら？前は正社員で働いてたのに、今さらバイトやパートなんかできないよ。私が言いたいことわかる？もっと稼いできて、ただそれだけ。俺も頑張って働いてるよ。必ず昇進してみせる。だから、マキの支えが欲しい。欲しい言葉はそれじゃない。ほんと、間違えた。それ、どういう意味？知らない。10分後。なんか浮かない顔だよな。悩みあるなら相談乗るぞ。やっぱ同期入社はすごいな。俺が悩んでるのすぐにわかるんだな。当たり前だろ。この大親友、しんのすけ様に相談してみろ。まあ、結婚するって大変だなって話。あんな美人な嫁もらっといて、まだ不満があるのかよ。いらないなら俺が引き受けるぞ。そういう冗談やめろ。冗談じゃなかったとしたら？あ？だって俺好きだったもんな。マキはうちの会社でも入社した時からみんな狙ってたからな。まあ、確かにそうだな。それをお前が抜けかけたもんな。俺もお前みたいに出世コースならマキと結婚できたのかもな。俺なんて一生営業回りだわ。その話、何回するんだよ。で、そんなマキと結婚して何が不満なんだよ。実は、最近マキが家事放棄してんだよ。え、マジ？うん、家政婦雇いたいって言い出した。雇えばいいじゃん。いや、さすがに出費でかすぎるわ。俺なら雇うけどな。どうせお前結構もらってんだろ？いやいや、そういう問題じゃないわ。まあ、あんまり追い詰めるなよ。マキを？そうだよ。罵倒したらモラハラやなんやらいろいろ言ってくるかもよ。確かに、それは怖いな。まあ、マキはそんな女じゃないだろうけどな。何を知ってんだよ。まあ、また相談なるわ。俺は適当に女遊びでもするわ。そろそろ身を固めろよ。やーだね。3ヶ月後。マキ、今日話せるか？何？何系の話？家事に関する話だ。嫌だ。何が嫌なんだ？どうせサボってるとかそういうイチャモンだよね。うん。あれから3ヶ月様子見たけど、ほぼ家事を放棄してるよな。ほとんど俺がやってるじゃないか。できてるからよくない？は？できないならまだしも、家綺麗に保ててるなら何の問題もないじゃない？いやいや、そうじゃないだろ。俺は仕事して疲れて帰ってきてるんだよ。仕事するのがそんなに偉いの？てか今時、時代遅れだよ。何が？女に家事を押し付けるなんか、普通にありえないから。今起こってることツイッターでつぶやいたら普通に炎上するけど大丈夫？専業主婦が家事サボってる方が炎上するに決まってるだろ。だから、そうやって女に押し付けるのが時代錯誤だって言ってんの。お前は専業主婦だろ。性別の話なんかしてないだろ。お前って言うな。もういい。今日は帰らない。あ、どこ行くんだよ。どこでもいいでしょ。探さないでください。うっざい。1時間後。あー、すまん。今無理だ。どうした？悪いな。ちょっと相談があって。もしかして、またマキ？はい。家事放棄の話をしたかったけど、ついに家に帰らなくなったわ。ほら、だから言ったろ？あんまり追い詰めるなって。これ、俺が悪いのか？まあ、会話を全部聞いたわけじゃないけど、モチベ上げることも大事だぞ。でも、元はといえばあいつがサボるから。そうやって否定から入るなよ。なんかさ、カズマの味方をしてやりたいけど、微妙だわ。え？
本当に逃げられても知らないぞ。なんというか、地雷錯誤というか。とりあえず、わかった？俺は今女と遊んでるから、また明日以降話聞いてやるわ。30分後。アンナ、久しぶり。ちょっと聞きたいことがある。おい、既婚者。こんな時間に元カノに LINE するな。復縁とかそんなんじゃない。アンナってカメラ詳しかったよな。だから何？監視用の小型カメラとか、そういうのにも詳しい。私、今、盗撮魔と LINE してる。違うわ。でもなんか覗きたいわけでしょ？まあ。トイレとか更衣室って言うなら、私は協力してやらないよ。自宅。え？嫁が不倫してるかもしれない。しかも、この自宅で。嘘でしょ？本当だ。なんでそう思うの？最近怪しいと思って嫁の部屋を捜索したら、俺のじゃない男のパンツがあった。え？もちろん、これだけじゃ不倫が確定するわけないから、だから証拠が必要なんだよ。お願いだ。協力してほしい。わかった。あと、もう一ついいか。何？家事しない専業主婦の嫁って、アンナはどう思う？いや、ゴミでしょ。だよな。まさか嫁さんそれなの？うん。これを咎めないのは変だよな。だってそれただのニートじゃん。時代錯誤なんて言わないよな。ないない。それにそんな特殊な言い方普通はしないよ。ありがとう。一週間後。お疲れ様。大切な話があるからグループ作りました。マキ、しんのすけ、何の話かわかる？え、何？キモいんだけど。いきなりなんだよ、カズマ。質問に答えてくれるかな？何か心当たりはある？顔文字キモ。何が言いたいんだよ。はっきりしろよ。ラストチャンス。今認めてくれたら離婚は考え直すわ。は？離婚？おいおい、カズマ、お前いい加減にしろよ。いい加減にするのはお前らだろ。お前ら、不倫してるだろ。は？おいおい、何を言い出すかと思えば。そんなんだから嫌われるんだぞ。もういい、離婚しよう。でも慰謝料をもらうわよ。ありもしない嘘ついて、家事を強要しろってパワハラして、もうカズマにはうんだりだよ。お前らって、ほんとバカだよな。は？俺が証拠もなしにこんな LINE グループ作ると思うか？確信があるから詰めるんだぞ。じゃあ出してみろよ、その証拠ってやつを。はい。よくもまあ他人の家でこんなことできるよな。ちょっと何よこれ。自宅に監視カメラつけたんだよ。いや、ほんと最近のカメラはすごいわ。こんなにはっきり顔映るんだもんな。ほんと趣味悪い。だからあんたのこと嫌いなのよ。嫌いでもなんでもいいよ。お望み通り離婚してやるよ。ただし、お前ら慰謝料は用意しとけよ。は？お前らってなんだよ。支払うのはマキだけだろ。お前はバカか。不倫にはお前も関わってるんだから支払い義務が生じるのは当然だろ。そうだな。それぞれ300万は用意しとけよ。結局金？本当は殴ってやりたいよ。でもそれだと犯罪になる。だから金で解決するんだよ。女から金取るとかマジでキモいわ。だから不倫されるんだよ。はいはい、勝手に言ってろ。じゃあ言わせてもらっていい？全然ダメージないから。は？慰謝料が何？お金だけもらって満足？残念ながらあんたの負けだよ。なんでかわかる？だってオスとして負けたんだよね、しんのすけ。そうそう、お前さ、こんな可愛い嫁もらってんのに行かせたことないんだろ？俺の時は散々塩吹いてたのにさ。ちょっとやめてよ。確かにこいつは下手だけど。だよな。何が出世頭だよ。結局嫁一人満足させられてないんだぞ。ほんと、男としてゼロ点だよね。おいおい、このくらいにしてやろうぜ。こいつもう戦闘力ゼロだぜ。この程度だと思うなよ。は？12秒オーツでーす。翌日。おい、どういうことだよ。なんで会社クビなんだよ。おかしいだろ。おかしくないだろ。営業周りの時間にサボって俺の嫁といたしてたんだからな。こんな職務怠慢なやつ見逃すわけないだろ。関係ないだろ。どう考えてもあるだろ。やっぱバカはバカだな。クソが、慰謝料なんか払わねえぞ。裁判起こされたい。言っとくけど動画もあるぞ。あれを裁判で流したら面白いだろうな。ネットのおもちゃにされて一生就職できないだろうな。なんだよ、俺ら親友じゃなかったのかよ。親友なら嫁と不倫するなよ。
仕方ないだろ、ずっと好きだったんだよ。なのにお前と結婚したんだ。お前の方が後に好きになったのに。そんなのおかしいだろ、不公平だろ。認められなかったお前のミスだろ。それに不倫していい理由にはならない。自分で犯した罰は自分で受けろ。子供じゃないんだから。それとも逃げるか。不倫は文化とでも言うのか。まさかそんな古い言葉言わないよな。それこそ地雷錯誤だよな。翌日、私が間違ってました。慰謝料300万なんか払えません。しんのすけに脅されてたんです。だから助けてください。あいつが会社クビになって捨てられたから俺に泣きつくのか。ほんと最低を更新し続ける女だな。そんな言い方しないでよ。私たち結婚してるんだよ。うん、離婚したけどな。やり直したい。家事もするし不倫もしない。だから私たちやり直そう。無理無理、行ったことないんだろ。そんなことない、行きまくり。嘘つけよ。お願いします、カズマがいないと生きていけない。仕事も家も何もないの。モラルもないだろ。意地悪しないで。慰謝料払わないなら俺は裁判を起こすつもりだからな。あの動画は証拠として提出してやるからな。全国デビューするか300万払うか、どっちがいい？再婚したい。その選択肢は用意されてない。いや、ほんとバカ二人に感謝だよ。時代錯誤、この言葉に救われたわ。このおかげで点と点が線で結びついたわ。バカに感謝、バカン謝。2週間後、アンナ助かったわ。あ、もう全部終わったの？おう、慰謝料両方から300万ずつしっかりと徴収しました。さすが、なんか楽しかったわ。いやー、マジで感謝。俺らって意外と相性いいんじゃ？やめろ。てか俺らってなんで別れたっけ。アンナに振られたけど別れの原因って何だったんだ？え、言っていいの？うん、知りたい。夜の性生活。ああ、とりあえず学びます。後日談。こんばんは、カズマです。元カノの協力もあって無事完全勝利しました。いやー、マジで胸クソでした。ずっと味方だと思ってた相手が二人とも敵だったんですから。でもすっきりしてお金ももらえたので十分です。ちなみにしんのすけはあの後酒に溺れるようになったそうです。当然マキとは付き合わなかったそうです。またマキは実家に慰謝料の肩代わりをしてもらったそうで、何も反抗できずに家の手伝いを強制的にやらされてるそうです。俺はというと、テク不足を解消すべく今夜の街に繰り出してます。経験が物を言う世界です。資金ならたくさんあります。100人切り目指して頑張ります。